はい、どうも、アニヤンです。今回、特通だパラカラ大好き神です。ゆきやんからこの単語を引き出すために、アニヤンちょっと頭使っていこうかなって思います。なんせ IQ が6800ぐらいあるんで、じゃあ早速やっていきたいと思います。今、隣の部屋でゆきやんレコーディングしてるんで、スッと忍び込んでいこうかなと思います。あ、そうや。ちなみにこれね、これ言わせます。これ言わせるんで。まあ、それではこの画角にがっつり収めていこうかなと思うんで、まあ検証みたいな感じですね。たまにはこういうのもやってみようかなと思います。張り切っていきます。それでは。いつものやつやりましょうか。思いつかなかった。それでは早速いっちゃいまーす。足で開ける育ちの悪さおいす。芦田愛菜でーす。最近ノリが安っぽい YouTuber になってきたゆきやんです。今なんとね、まあしてたんですけど、レコーディング中みたいです。レコーディングっていうか曲作りです。なるほどね。あ、マイクあいの久しぶりの登場です。ちょっと焼けた。あれ焼けたっていうか冬場やのにアニヤに言ってなかったことあるんですよ、まあ、気づいてる人は気づいてるかもしれんけど、これ見てください。これ反り、こっち普通でしょ、はい、こっちもちょっとへこんでるけど、これ遡ること3ヶ月前。今こうオールドビデオになってるから、自分の家に持ち帰り、さあお風呂に入ろうかなって言って立ち上がった僕、あーこれなってました。ピックもうピックやん。踏んでしまいまんまん。ほんまやなあ。そういえば2月19日に何の日でしたっけ。僕の口から言ってなかったんで、相手2人のこの撮影の時に言っとこうかなと思いまして。2月19日ですか。はい、何の発表でしたか。あれですやん、あれでしょ、卵焼きの日でしょ。ああ足したら12になる日でしょ。足したらうわっ 2+1+9 12やで。えエタノール飲んでる。まあ多分ね、この動画流してる時には多分もうこれ始まってる最中やと思うんですけど、そうですね、開始中ですね。3月5日から3月13日まで、ここムービーパークいろいろで金曜日から土曜日まで。そしてなんと入場料、この激安パッとね立ち寄れるぐらいの金額200円でございます。何があるかというと、ででん、これ将来ピカソを超えるっていう2人がなんとうちで個展開きます。お魚って何が好き、イナゴって言ってる2人なんですけども、まあまあさておきなんですけど、今回まあいつもね、はい、僕らチャリンコで行ったりとかいろんなとこ行ったりとかロケしてる時とかもそうなんですけど、ゆきやんの好きな漫画かな、漫画アニメなんかちょっと教えてもらおうかなと思って。いいですか。はい、結構これ反響良くてですね、ゆきやん結構僕のこと紹介してくれてるんですけど、アニヤンかなり詳しいんですよね。サブカルチャー大好きなんで、でもゆきやん本当に常識知らず。てて手のてて英語まあまあしか喋られへん。いいとこやし。なんていうレッテルを貼られてるんですけど、実はゆきやんも結構ね、詳しいことには詳しいです。知識人です。そうです。掘れば掘れば掘れば掘るほど出てくる僕の知識。掘れば掘れば掘れば掘るほど出てくる僕の知識です。あっ、ダダスベルの財持ってるやん。知識の財です。知識の財やん。ちなみに何の漫画が好きですか。最近、まず読んでる漫画はあれですね、やばい、サイレントきた。今ここ出てるからレイブです。レイブね、いいよね。真島ひろさんが描いてる漫画やね。あれですよ、だから最近で言うたらあれ描いてる人ね、フェアリーテイルですよ。ちょっとこうずらしていい、余白作っていい。ちなみになんですけど、フェアリーテイル今普通のフェアリーテイルってタイトルのやつ連載終わっています。掘れば掘れば掘れば掘るほど出てくる僕の知識、掘れば掘れば掘れば掘るほど出てくる僕の知識。じゃあね、読みたい本あんねん。でも読みたい漫画あるんですよ。ぶっこみのタク読んでみたくて。ひき肉にしてやんよ。そう、知らんねや。サタビルダーズめっちゃハマっとって。早朝系 YouTuber ね。今の多分 1.5 倍速になってます。ほんまでもサタビルダーズ俺ずっと 1.5 倍速で見てんねん。もうお決まりの、そうお決まりの僕ここでまた米印入れてます。僕何でも 1.5 倍速で見る人です。お笑い芸人テンポいいから 1.5 倍速にすればするほど面白いねんって。ほんまに言い方でマヨネーズに一味かかってポン酢かけて食べるたこ焼きみたいな感じです。最後ネギちょっとかけて、今日ぶっこむね。ぶっこむこういうろれつがね回っとるわ。すごいわほんまに。何ですか。いやね、というのも今回こうやってカメラ回させてもらってるんは、ゆきやんにあるワードを言わせるためにあにやんが誘導するまでにかかってる時間はどれぐらいなのかなんですけども、尺的に失敗に終わるそうな感じなんですよ。じゃあ導いてよ。それから導く、じゃあ前もこの話ユニバーの時5ヒントかな、ユニバー行く時にした話やねんけど、特殊能力、超能力かな、もし1個手に入れれるとしたらどんなんがいい？面光チェーンソーに変える。それって何？植木の法則って言わしたかったっていう。ちょっとベラベラだったから最後に掘れば掘るほど出てくる僕の知識、掘れば最後紹介しますね。最近読んでる僕の本、孫子の英語ですね。有名な教えて。孫子の兵法、最後に有名な孫子の兵法。風林火山ちゃう？何を求めとったん？俺今もう知識の財使い切ったから出てこんで。そんな入った時からずっとやったけど、このレッドスパイダージュニア君のヘッドホンの買い方してる。そうやで、28日からガチャガチャやるらしくて、3年ぐらい使ってるジュニア君のヘッドホンを1名様もらえるらしい。マジで俺ジュニア君が宣材写真で着てたアーシャの時に着てたピーポックのパーカーいまだに持ってます。アニヤンです。15% です。どうも、アニヤンです。イェイイェイということでね、今回も始めます。どういうことしようかなと思って一人でやってるんですけど、これですか。僕ね、花粉症がひどくて、ちょっとね花粉症対策でサングラスかけてるんですけど、これ全然意味ないっていう風にね指摘を受けたんですけども、やっていきたいなと思います。その中で、ゆきやんちょっと最近一人で撮ってる、ちょっと僕忙しくて、本業の方でね忙しくて全然一緒に撮影できてなかったんで、今日今一緒にいてるんですけど、あえて僕だけで撮ろうかなと思ってちょっとやってます。いろいろお話しさせていただきたいことがいっぱいあるんですけど、その中で